アタゴハマ自動車営業所アタゴハマ自動車営業所は、西日本鉄道のバス営業所の一つで、主に、福岡市都心部と福岡市西区北部のアタゴハマ、メイノシーサイド、モモチ周辺及び、のこの島内の路線を担当する。営業所表記は愛。福岡市 A 都線の乗り場に併設されている。また、営業所内には、西鉄ホテルズが所有する、ソラリアリゾートシップ、 マリエラ専用のケータリングキッチンがある。福岡県福岡市西区あたご浜3丁目5027番地2020年3月21日、現在の路線特改三百三この車両は2018年5月27日より運行されている創立110周年記念ラッピング車両で1950年代から1975年までの西鉄一般路線車の塗装を再現したラッピングが 施されている、過去の303からの改版の上、運行ルート、停車パターンも変更されている。ドーム前には停車せず、都市高速利用ランプがももじから、西公園に変更されている。9番マリノアシティ発博多駅行きマリノアシティ、BRT に使用される連接バス観光系統の、ため平日より非祝日の本数が多いほか、脱却時には、 都線上前引くアイランドパーク間で臨時便が多数運行される。当期は全日平日ダイヤで運行。共愛路線かつ急勾配が連続し、運転の難しい路線のため中型車で運行される。あた浜営業所からの出入庫は福岡市 A 都線で構想される。あた浜営業所は九大糸キャンパス臨時便のみ担当。 214番や514番は担当しない。営業所の敷地が広いことから、夜行高速バスの福岡発着一部路線の休憩箇所として使用されている。2010年6月25日までは千代営業所で休憩が行われていたが、千代営業所が博多営業所に統合されたため、東営業所に移管された。以前は、阪急観光バス、名鉄バスも、 休憩のため駐車していたが、片営業所、博多営業所に変更された。以前は、国体道路経由で運行されていた。1998年頃に、現在のルートに変更された。名の浜天神線かつて、シーサイド桃地線や、西陣東陣町シーサイド桃地循環線などで、使われていた中型ロング車。かつては、アジア太平洋博覧会のガイドウェイバスとして、 製造されたホークスバスが配置されていたが、すでに廃車されている。連接バス試行運行 STEP3 について、西日本鉄道2017年5月18日、連接バス8月26日ダイヤ改正。西日本鉄道2017年8月15日、フリンジパーキングの実証実験に合わせて、福岡市民会館バス停を新設し、 連接バスを停車させます西日本鉄道2019年3月14日2019年7月20日のダイヤ改正でスカニアボルグ連製の連接バスが1台中川へ転出。代わりにメルセデスベンツしたロジーが1台申請された。ありがとうございます。